ドドンパチ最大王女ミッション開始です。居住区を抜けて進行してください。システム起動。システム起動。ヘッジ信号の弱体化を確認。保留アイテム。そのまま攻撃を続行してください。敵装甲を無効化しました。敵本体へのダメージを確認。もう少しです。敵機動兵器の破壊を確認。次のミッションへ移行してください。戦闘結果出します。